お久しぶりです。なんか見たことあるやつやな。おお、元気してたか。神回。元気にしてませんでした。今ちょっとフォローしたから、とろみちゃんフォローしてくれよ、俺のこと。え、いや、ちょっとまだまだ知り合ってまわないから、早いって。なんかさ、段階を追ってね、あ、こう、なか、こう、こう、こうでした。うん、じゃあまあ、フォローだけはっていうね。今、会ったばっかやん。そうや、お湯。何言ってんねん、マジで。お湯は最年少なのに、いいこと言ってる。俺もお湯もランク外や。助けてくれ、トロミ。うん、いや、やっぱ私に、あれだね、意地悪した報いが来てるね。意地悪して、お前、200球ぐらい俺投げたやんけ、お前な。はい、誰か、もうええわ、はい、もうええわ。言い訳になってないけどな、それ。200球ぐらい投げたけどな、別に意地悪ちゃうけどな。その、いや、その後の話だから。すいませんでした。はい、誰呼ぶ、やば、はい、聞いたか、これ。ちょっと、反省が足りないわ、ちょっと一回。ごめんなさい。お尻ペンペンね。うん。うん、だから、こういうことや。ごめんなさいね、とろみちゃん、ほんまに。そういうことなんだ。うん、いやけど、まあ、まあまた出会えてよかったよ。全然相談乗るぞ。うん、どうしたの。なんでチームなんだよ。早く押せよ。あ、おゆさん、はじめまして。はじめまして、おゆと申します。とろみとチームか。え、これを機に仲離婚したらこんな感じになるんだろうな。あれ、でもさくらさん、はい、俺結婚したことないけど、離婚したら気まずいよな。あ、ほっか、え、待って、俺やったことなかったっけ。ないですね。多分おゆうさんね、私ランキングでお名前だけ見て、ね、うん、はい、まあよろしくな、僕のこと気になってました。ここから仲良くしてやろう。気になってくれてる。お、仲良くしましょう。え、ちょっとまだ難しい。ランキングいつもすごいとこにいつになったらいけんねん。いや、そんなことないですよ。いや、誠意が見えない。誠意今日特にやばいんで、助けてください、さくらさん。3日未満、ね、プロソルタンと最近喧嘩中だからボコりましょう。さくらとは別に喧嘩してねえのに、喧嘩してる設定じゃん。全員あかんのか。ねえ、トロミちゃん。さくらちゃんもって。私たちさ、あんだけプロソロタンと仲良かったのにね。なんで喧嘩したん、さくらちゃんは。今違う女とお金の話ばっかりするから、私も避けてるの。違う女とお金の話してるの。してないわ。さっきもこれでボコボコにね。何回同じこと言うてんねん。うん、アスカパイナプルちゃんともね、プロソルタン最近大丈夫かねって喋ってたよ、さっき。石川店長ありがとう。あ、そうなの。パイナップルさっきなんか BAN 食らっちゃったらしいぜ。嘘やろ。あ、そうそう、戻った。なんで、あ、戻ったんすか。マリアです。まあ、水亀のまま。なんで、なんで仲間やねん。さやか、マリアン、ハヤト、素晴らしい。早く助けてくれや。いいな、今俺弱いで。ワンチャンか。ま、ありがとう。24レベルいく。トロミー、勝ってさ、仲直りしようや。はい、行くぞ。いや、誠意が感じられないと無理で、やっぱ泣いて、とろみちゃん謝らないと無理。泣いて土下座してはやばすぎるやろ。そこまでのことで、ルーちゃん、やめてくれ。プロソルちゃんも地投げなしですよね。ありがとう。ねえ、当たり前やもん、とろみおったら地投げいらんわ。手出してて、手出してて。もうめんどくさい、めんどくさい、もう。で、そろそろ、地投げっていう手で、間違えたって、とろみに投げた方がいいな、こう。なんでやねん、金ないねん。ありがとう。いらないだって。音声がマスクよ、ちありがとう。いや別に音声がマスクしてねえだろうが、お前。ちなみにトロミちゃんはさ、プロソルタンどうしたの、何があったの。え、なんか知ってんのそれ。え、なんかさ、切り抜き流れてきたよ。なんで喧嘩になったの。仲良かったのにな。おい、なんか言うとってくれ、トロミ。俺もうランク外で喋る気力がないから。え、お前は絶対1位になれないって言われた。はしょりすぎやろ。はしょりすぎやろ、お前。それはもうダメだわ。それは配信中だったらまだしも。配信中だったらまだしも。黙れ。ね、お前黙れ。言っちゃうんだ、お前。お前も黙れ。何、ちょっとミュートしてた。ダメ、ランク外。ミュートすな。はい。ミュートしてた。聞け、お前ら。そんな一部分だけ切り抜くな。ああ。切り取り方悪いね。じゃあ、俺は、あれや。な、トロミにガチバトルの時応援してもらったからお返ししに行ったよ、ASMR 中にな。ほんなら、トロミからLINE が来て、ありがとうございましたって。うん。それで、まあ、ポテト焼けたなぁ。おい、トロミ、さくら、お前ら変な声出すな、お前。ランクが来ない。やばい、今、それはやばい。やばすぎやろ。で、結局。バンになるのやめてもらっていいですか。いや、なったことないから大丈夫や。うんうん。何それ で結局、とろみがありがとうございましたって、まあ、言ってきた時に、まあ、葵ちゃんとレオさんのおかげやけどなみたいな、そういう無駄な一言を言うてきて、いやいや、それでもやっぱ投げしろ。おかげやけどなとは言ってません、みんな。
なんて言ったんやじゃあ。ネオさんに会えてよかったねって言ったんです。よかった。いや、それなんかさ、皮肉っぽいやんか。よかったねって言ったんです。それは褒めてんのけそれ。それだって言う必要ないやん。出会えたからよかったやんって。あ、別に嫌味ではなくて。いや、嫌味っぽかったけど。リスナーに出会えたからよかったやんって。にゃにゃありがとう。あ、そうなんや。だからそれは捉え方の違いか。で、俺はそういうね、レオさんとかね、葵ちゃんとかいう投げ師の方と出会うことが大切やし、1位取るやったら仲良くした方がいいよって言ったら、私はそんな媚び売りはしないって言い出して、ブロッコリーされました。いや、違います。いい、全然違います、ね。ブロックしたんだ。ブロックした。ブロッコリーされました。こいつにブロッコリーされました。火にやるぞ。TikTok もフォローされました。自分のいいように、ちょっと改変してますね、なんか。自分の家俺もうショックすぎて LINE とか全部消したからな、履歴もう見たくなくて。失恋か。な ?200K ぐらい投げてさ、そのままさ、連絡取れんくなってさ、いいように改変してます。私は、仲良くしようや、ドロミお前。でもやっぱり私は、もともと、投げ師がうちはいないから、投げ師さんってやっぱ出会うのが、やっぱ媚び売らなきゃダメだよねって話をしてた。うん、うん。いや、だから、媚び売るのが正解やんか。で、そう、媚び売らなきゃ絶対無理や、みたいなことを言われて。いや、それはそう、媚び売って、媚び売るというか、仲良くすることによって1位が、ちょ、今集中せよ、お前、負けたらどうすんねん、お前。負けたらどうすんねん、お前。え？おぉふざけるな、やけろな、きたー、キリ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 、頼ってんのに、愛してる、聞こえてる、とろみのこと愛してる、ブロソロバン、ブロッコリーおつきっとそばに、黙るよお前、ビクトリー、合格、お前 NSC 主席で卒業したやつか、相変わらずしば、はい、りゅうちゃんありがとうね、はい、読みまーす、りょうさん見つかりを、ゆうこも分かってるわ、エンタメを、よし、起きてからエンタメを分かっちゃってる人や、はやと、あー、はやと素晴らしい、そしてもうフォローしといてやろうと、さやか、そして海外の方、アマリアン、カンナ、三国もおるね、ありがとうね、とろみ俺のサブスクに入ったままやけど、それは大丈夫なの、うん、影丸さん、うん、お疲れ様です。私も入ってもらってるよね。こんばん。よろしいですね、影丸さん。解除してるよ、もう特の間に当たり前やけど。え、解除してんの？当たり前やん。え、じゃあ解除するわ。でも中身教えてただけ、普通に。余計な一言。解除出たよ、なんてこれ。余計な一言だよな。余計な一言が多いなぁ。どういうこと、どういうこと、なんて。だから私的にはその媚び売る媚び売らないとか関係ない、その そこの過程はまああったけれども、いやこのシーンは絶対嫌だ、一、まあ、回負けたけど、ここからちょっと仲直りでもう一回ちょっと嫌ですよ、影丸さん猫喜びを分かる、誰がずっとこのチームで組んでんの、誰や、一回敵でお願いします、一回敵な、何色の猫ですか、一回ちゃんと組みたいね、え、そう、さくらちゃんやろ、さくらちゃんやろ、ねえねえ、やっぱどうし、いやそうそう、どうしとして、あ、お湯できたけど、まあ、いいか。桜とプロソロになってんだけど。あ、これはね、いいチームだね。うん、いや、いいやん。ね、俺が、誰や、ケアしたるわ。誰や、あれ、早くせえ、うん、お前ら。俺はケアしたるわ。とろみと桜から拒否られてるプロソロちゃん。みんな今見てないでしょ。早く最大戦ボタン押せえ、お前ら。なんでお湯とくまなあかんねん。桜がひたすら拒否してた、今。いや、これでいいか。一旦これや。みんなもう無理しなくていい、いやこれ結構な神回だぞ、うん、神回じゃねえよ、いや関係ない、そのそこをそこを注目して、そのさ、みんなにもさ、うん、そこをさ、媚び売る媚び売らないとか言って私のことを吹聴してるけどさ、その村の話を、うん、それもさ、それも別に言わんでいいし、その、うん、そこじゃなくて、私は何回もその後に、あのな、1位になれないって言われた、そのそこで1位になれないって1回言われたくらいってあれだけど、何回も言われた、何回、うん、何回もは別に言ってないぞ、そんな、ね、何回も、ね、猫の写真とかね投稿したらインスタに、うん、猫の写真をインスタに投稿したらって何、猫飼い始めたって言うからあ、そうだ、いいなって思って、そうそうそう、誰がやねん、ジャパン、内田さんが、お前さ、影丸様やぞあ、影丸さん、うん、ペテンシさんありがとう、影丸さん忘れてたやろ、あ、まあ無理やば、お前そんなんだから投げられへんねん、ちょっとすいません、しばらく投げられへんねん、ペテちゃんお会いできなかったんでごめんなさい、ペテちゃんとね、ちょっと削除しちゃったかもしれないです、ごめんなさい、いつでも音声マジいつでもいい、
よかった、とろみちゃんとこの話ができてよかった。リアル音声行こう。何の話やん。ね、今度2人でとろみちゃんゆっくり。なんで2人で仲良くなったの？なんもないやろ。なんもない、さっきなんもないけど、隣がプロソルタなんかちょっと反省した方がいいと思って、とこなつくんに大きいの投げといた。けど俺が勝ったけどな、反省できませんでした、ありがとうございます。カンナありがとうね、ずっと。グレイちゃんこんばんは。仲良くしようや、ほんなもう過去の そんなさ、しょうもない1位取れる取れへんとか、まあ大事やけど、いや取ってみろよ、だからもちろんそれで取れよ1位。いやまだ今じゃない、今じゃない、今じゃないとか、それ言い訳やん、早く取れよ。うるせえ、ちょ、また余計な、余計な一言やな、それ。見て、さくらちゃん。見て、さくらちゃん。見て、さくらちゃん。めっちゃいろんな配信して頑張ってるよね、さくら。結構覗いてるタイプ。そうだよ。めっちゃさくらちゃんフォローしてくれてる。エンタメをね、めっちゃしてるんで、いろいろなことね。頑張れよ。ちょっと考えろ、考えろ、プロソロ。どうしたら、こっからどう面白くするか、考えろ。面白くするか？うん、ここで面白くしたらいいぞ、おもろいぞ。もしもし、トロミ、明日のデートをキャンセルで。ネオちゃん、ありがとう。マグシャー、ありがとう。ハイアット、ずっとありがとうなんですよ、マジで。マグシャー、夢を。ペテンシバラン、久しぶり、ペテンシバラじゃ勝てへん。ハイアット、ありがとう。バラじゃ勝てへん。団結、ペテンシ団結。ハイアット、ありがとうね。おやすみ。いいぞ、ペテンシ、久しぶりや。ライ、キャンディグ。仲直りだって俺が泣きながら土下座してやっと許すらしいね。そうそうそう。いや。せいや。悪魔の女やんけ、お前。なんや。誠意が。誠意が。危険な。食物繊維取れ、お前が。誠意か繊維か聞きにくいね、お前。あ、ほら。危険な悪魔のキスやってみろ、お前。こっちのコメント欄で一回1位になったから偉そうだね、プロソロさん。ペーテちゃーん。やめすぎさ、宝石人来たー。1位取ってから言う。わかります。偉そうとか、偉そうじゃないとか関係ないやん。そう、ペテちゃんの宝石城入ってる、これ。今ランキング入れてないくせに。だから、それも1回1回だな。だ俺さ、ずっと喉痛めてて。1位になったも1回1回だよね。なんかバグってる？だから1位取ったことあるじゃん、1位。いや、1位になったのも、じゃあ1回1回になって、今もランキング入れてないよね。いや、まあ、俺、地投げしてランキング入れてないから、よりやばいんだけど。ダサ今、6.9K 必要だけど、俺、地投げせんかったら、16.9K 必要で、よりやばいっていう。猫飼い始めてから。恥ずかしいのよ、今。そうなんだ。うん。だからもう、なくなんないの、逆に。恥ずかしい。確かに棚に上げちゃってるところはごめんなさい。はい。それは確かに今、ランク外なのは、恥ずかしいですね。すいません。それは謝ります。引退しろ。お前や。え、おゆくん、これからよろしくお願いします。なんか。さくらちゃん、よろしく、マジで。さくらちゃん、また寿司食べようや、尼崎ヒューズモールで。ミュートしてるから。は？お前、ミュートだけはやめとけよ。さくらちゃん、もう口パクパクしてんな、なんか。危ないよ。何が？そういうことしか考えてない。どういうことやん。うん。やばい。俺、別にさくらちゃんタイプちゃうから大丈夫やよ。女優のことしか考えてないし、お湯も誘ってるしな、お湯な。何のことしか考えてないって。二十歳になったばっかりの痛いけなお湯を。あ、風に誘った。風ね。うん。あ、ハッスル学園の話ね。はいはいはい。ハッスル、小川雅代。誘うゲスなおじさんなんだよね。私じゃない、私じゃない。どうも、川谷絵音です。ちょ、お前、本気出せって、さくら、お前。本気、お、ペテンシ行くぞ、ペテンシ。ギャフンと言わせよ。ギャフンと言わすしかないぞ、お前。ペテンシふざけんなって。ネワンエさん、ありがとう。ビクトリー足でまといやな、プロソロ。黙れ、日韓最高2位の女が。はい、やっと。黙れ。うっせぇ、ペテちゃん。1位や、俺は。なめんな。MVP。マーリーやん。完全に。一面やな。ごめんね。さすが。ペテシー、アイコン変えたの、イケメンや。黒くなったけど、一回それ続けていこう。ペテちゃん、ありがとう。水がめを、みんなが食べて、もう帰るわ、おい。楽しかった、花火ナイス。バイブロックな。ありがとうね。みんな何もやってないからね。声がでかい。とろみちゃんの ASMR 好き。ああ、わかるわかるわかる。ねえねえ、そうか、なんかいろんな配信してるからさ、うん、そんな、いや、ちょっとさくら一回抜けようかな、みんな、ちょっとまた。さくらちゃんもう抜けちゃうの？うん、一旦抜けるかな。うん。とろみちゃんともっと喋りたいじゃん。やば。いや、とろみちゃんとはまたゆっくり。とろみちゃん、だから大事なことがあるんだよね、配信どんなものを作るかを。二人きりで話す、その、機会を作ってくれてるんじゃん、さくらちゃんは。
二人きりはちょっと。ああ、まあ、じゃあ、まあ、俺言いとくけど。うん、まあ、さすがさくらちゃんやな。いやいや、全然全然。ちゃうやろ、ただただもう、だるいからもう眠たいだけやろ。いや、違う違う違う、さくらね、あれなんだよ。さくらもう配信をまず作った上で、こう、バトル入れていきたいタイプで、そうだから、かるみちゃん、すごいいろいろ考えてるなって、すごいいつも尊敬してるのよ。ね、1位取るのも大事だけど、あれなんだよね。いい、どんな配信作るか。だって、プロソルタンの配信、正直、投げる以外の楽しみじゃ、何か作ってんの？あ、フラッシュアンダーのギネス記録さっき更新してきたけど、なんか文句ある？同説3000人言ってたよ。最初仲良くして投げたのは、あの、あれだよ。プロソルタン、本当にいろんな気持ちで、また頑張ろうってやったから、さくら、最初仲良くしたじゃん。ありがとう。最近それがないのよ、あなたに。え？なんかもう、金に目がくらんでんのが丸見えなのよ。そんなことないよ。だって俺フラッシュアンダー配信3時間さっきしたってだから。正解だよね、おゆく。ギネス記録を目標にずっとやってんのね。やってるやってる、やったやった。どうせ3000人いった。みんなも好きだからさ、プロスーター。頑張ろう、また。好きなんすか？頑張ろうな。またね、おゆさんもありがとう。1位目指して頑張れ。ありがとうございます。ありがとう。また1位のこと言いやがった、最後に。違う違う、1位は誰しもね、撮りたいと思うから。うん、ありがとう。二部企業なんだよね。猫の写真載せました。お、見ようかな。ありがとうございます。黙れ。みんなまた、また仲良くしような。うまい。ありがとう。うまい。かわいいなぁ。ありがとう。企業とかじゃない。一回抜きます。すいません。ありがとうございます。なんや。ごちゃごちゃ喋るな、とろみ。ちょっとでかいな。すいません。じゃあね。チョコはないのかな。はぁ、ま、ちょっと。別に LINE とかじゃなかったら楽しいだろ、俺と喋っとった普通に。いいえ。いいえはやばいな。じゃあ誰か呼ぶか。誰か他の整理。あかね呼ぼう。はい。あれ誰が呼んでるの？ミレイちゃん呼んでる。はい、ミレイちゃんかわいい。はい、どうもどうも。お疲れ様です。お疲れっす、ミレイちゃん。今日も相変わらず可愛いですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。なんでこのだから。だから1回ぐらいええやろ って、うん、今ミレちゃんここね修羅場だから今やだ1回ぐらいめっちゃ喧嘩してるから今ほんまにえミレちゃん切り抜き見てないのミレちゃんとかいい見てもめっちゃ炎上してるからもう 大人は乗り越えなあかんねんこやだなんか最近みんな炎上してるなんで炎上かな炎上っていうかまあちょっと もうガチ喧嘩よねミレちゃん行くぞ分からしたろここブロックし合ってたから、まあ、やっぱミレイちゃんが一番 TikTok の中で可愛いってところも見せだろ、うん、いやそれはないあいろんな人に言ってますいやトップしてねけどミレイちゃんとトロミちゃん顔似てないちょっとすごい生きてるあ系統似てる系統一緒やろ確かに似てるな確かに姉と妹みたいな確かに40の姉と20の妹みたいなああ今またちょっと余計な一言じゃないそれ大丈夫え何え大丈夫おどうしたえお湯俺のことイケメンってありがとうなんとかしてプロさんの気持ちがみんなトップしてねトップトップトップそうだなけじそうやなもんだちゃんなんかいろんな人に似てるなんやけじめってとろみさん結局早く外したらかわいそうってきたなんてとろみなんてとろみさん早く外したらかわいそうトップしてそんな言い方あるそんな言い方あるほんまにアンチやんやばいな俺の方がかわいそうだろそんなこと言われる作戦立ててからじゃコラボした方がよかったなこれ何の作戦やねん最初の一言とかねもうあかんか最初の一言ないやねんなんかしょうもないしょうもないことをもういつまでも言わんとみたいなしょうもないやんだって言ってることん練習してからほらもうそれがやばいして、ね、顔怖いねお前それがやばいあきさん人間には単語脳とその文脈脳っていうのがあって文脈で読み取ったら別に大したこと言ってないのに単語で読み取っちゃってるからやばいことになってる、うん、ねめっちゃすごい人だもん、ね、関係なくないもはやどうだから、ね、なんて関係なくないだから、ね、はい関係なくない関係あんねんって文脈だろうが傷つけたのはだから BAKA っていう言葉があったとして落ち着いて落ち着いてください仲良くせえよお前ヨウさんバラウマ水亀バラウマ落ち着いてください一回ミレイちゃんもう、はい、じゃあ整理すると2枚もう整理するととか言ったらもう飛んでるわギフトやばいわ内心行きのまま2枚無駄に強いよねさつきにこねこ無駄に強いな
あ、ヨさんな。2倍。マーリア。僕が一番。ランク外がうるせえなぁ。うん。じゃあ言うやん。やってんな、おい。いや、言ってるなぁ、それ。トロミちゃん、やば。くやばいなぁ。ええやん、もうめっちゃ飛ぶやん。プロソロとコラボするだけでもうやばい。めっちゃ飛ぶやん。ありがとうございます。影丸、お前やってんな、お前。フォローした。おい、やってるわ。影丸がやっちゃってるわ。影丸。影丸友達やのにやっちゃってるわ。影丸ありがとう。なんだよ、この子ら。おいおいおい、ミレイどうしたおい。影丸フォロー。じゃあ、ミレイちゃんはなんかもう彼氏のなんか投稿載ってたじゃん。なんか載せてたよね。え、こんばんはって。ミレイちゃん炎上しちゃったの。炎上してないよ。炎上してるわけない。何やね、幸せそうな彼氏、幸せそうな彼氏との写真をの投稿見た俺。そう。見ただけ。ありがとう。見た以外に何か何があんだよ。見てどうやったよ。いいね、いいねしてくれ。会いに行くとか。影丸。ああ、そういうことね。ほらありがとう。やばいやろ。見て会いに行っておめでとうございますみたいな。ちょっと。何やそれ。やばすぎやろ。中身ゼロやな。ありがとうせけど。落ちのない話を喋るな、りょうちゃんバラム。まあ、お前のスコアは落ちてるけどな。なんか最近怖い、なんかいろんな配信者さんなんか炎上してんだけど、なんで？な、やばいな。ね、ミレイちゃんはどうやって炎上すんの？いや、したくない。ガガバラさん！君がいた夏は。一分。俺もコラボしてもらっていいですか？え、こっち本当に配信してんのか、そっか。やばい、プーさんちょっと玉切れかもしれないな、これ。さっき出し切っちゃった。ちゃんは、なんだろうな。やば、20コインだって。ゆうたろう泣いてた。なんで泣いてるの。ミレイちゃん尖らないよね、ほんと。尖ったらおもろいな。ミレイちゃんはもう自由の女神って感じやけど、トロミはもうなんか女神の顔してる悪魔みたいな感じやね。かわいい子か。うるさーい。顔かわいいのになんか性格がさ、めっちゃトゲトゲしいよね。ツイッターとか怖くてフォロー外したもん、俺。それが、味なんや。わかるか。いいように言うなよ、お前。ありがとう。またちょっと、とろみのツイッター読み上げたろ。とろみのツイッター読み上げたら、こいつの発言をどういう感じでなの、いいよ。こいつやべえからな、マジで。むかつくぐらいやべえから。ありがとう。影丸さん、花火パー、影丸何ツイッターのに私ねえ、コナンよ、何にしてんだけど、この人保存してたってことやばくない？コナンよ、保存してたってやば。1位影丸さんさ、ありがとう。1位影丸さん、マリア、マリア、ね、なんか英語の人ありがとう、マッシーありがとう、影丸さんもー、無事駅配信まだ来てくれると思ってたんです、ありがとう、ありがとう、MVP、ナイスです、ナイスです、ナイスです、コラありがとう、コメダーに追加してみた方がいいですかね。さっきパイナップルちゃんのところでどうでしょう、しました。モネタ追加しておきましょうか。そう、仲良くね。まあ、家やったらまた言ってください。かっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。影丸。影丸。りょうさんも水亀のそこら辺も。ありがとう。りょうさんも見てもらってください。ありがとう。はいはいはい。じゃあ、とろみのね。了解。ありがとう。一巻、一巻8位ありがとう。謝罪からの、ん？な、これ。初めて見た。あ、8位取ったやん。うん、おめでとう。はい。トゲトゲしい部分を読んでほしい。あ、トゲトゲしい部分な。読んだるわ。分からんから、俺は。そういうめっちゃ怖いこと言うてたで、こいつ。あ、けど、追消ししたか、こいつ。かなりすみ。追消ししてへんわ。周りに何と言われようが、くだらないプライドしてるとか言われようが、私は私でやってるから勝手にやってくれ。人をすぐ上か下かで見て、態度を変える人間とは付き合わない。いや、それ俺かよ、お前。プロソロさんやもん、これ。お前の物差しで測るな。お前の物差しで測るな。正解じゃなくてさ、ツイッターでさ、俺の DM 無視して、お前、あの、匿名で喋んなって。トゲどこじゃないな、それもう。なんかもうマグマやな、ほんま。もう、ドカンって噴火してるやん、うん、噴火してるな。イチャリが。もうやっぱいいじゃん。ギャップ萌えじゃん。かわいい。どこがやねん。どこが、お湯やったろ。俺たちが証明した。萌えちゃんかわいい。面白いね。動いてる人間は負けるってこと証明したろ。お湯行くぞ。かけました。いいかな。ツイート読み上げるとか、いやもういいっすよ、影丸さん、僕でいいっすよ、もう、もう今、今、今病棟読み上げるだけ、お前が DM 無視してツイッターに、な、あたかも、あたかもじゃないわ、もう俺のことを揶揄している内容を載せてたから、お前の方がやばいな、そこありがとう、みんなタッパ願い、飲んで、やばい、びっくりした、やばいだろ、DM 無視して、お前、してみて、
説明しても分かるだろうが、お前。だから、その1対1の、な、あの、対応を無視して、全体に対して喋るのは違うだろう。本当にありがとう。だって、だって話したくないんだもん。いや、お前、え？お前、大人やんな。え、大人ですけど。本当にありがとう。いや、二十歳超えてるんやったらさ。寝る？おやすみ。うん、えやん。ふうちゃん、バラありがとう。大人になろうぜ。あ、アンパンマンプロソロさんもじゃあ、二十歳超えてるんだったら、そう。ライバーさんは大変だね。言超えてるからなんやねん。あ、ライバー。人のことを1位取れないとか言ってないで。ライバーも人間だから、ね。1位取れないっていうのは、だから、苦手とか1位取れないとか言ってないで、謝って。今俺ランク外やし、俺の方が今弱いけど、だから、ね、1位取れないだけ言ったわけじゃなくて、1位を取るためにはって言ったはずだね。1位を取るためには、1位を取るためにはこうした方がいいっていうのを言ったけど、いや私はこび売らないって言った。1位を取るためには絶対こびないとダメだし、でも私はあのみんなそういうやり方あるけど、私は私のやり方でやっていくよって言ったら絶対すいません、お疲れみたいな。ちょっとプロソロ頑張れ。だけど取れへんと思ってるから、それはコバ、バラありがとう。じゃあ今日とろみちゃんを応援してくれてるみんな、今日とろみちゃんを1位にしてあげよう。そしたら解決する、それでいいだろ。コババラウマ、今日とろみちゃんを1位にしてあげよう。乗らなくていいから。いや、それで1位になったらもうちょっと粘らないよ、これやばいな。あと1人や、まあ無理か、あと1人や。この時間は人出してないから、あ、またわ。ちょいお前さ、ほんまもう助けてくれよ。ありがとう、ライスニーちゃんありがとう。最低大体朝やってる人たちはこの人たちだからね。 7.5K 必要や、もう無理や。かっちゃん寝る。そう、ツイッターはそういうもんだよね。全然していいですよ、ツイッターって。だけどさ、こんなさ可愛い顔面してるにさ、あんなお前とかさ、何回話してたやん。ちょっと待って、やりすぎやろ。もう寝落ちしてへんや、ふう。うるさい。ごめんね。猫ありがとう。寝る？おやすみ、ありがとう、リク。ふうさん。ありがとう。いや、それはプロソロは、それはど、あれすぎるわ。なれが。なんやねん。妖精すぎる、それは。妖精って何？ん？どう？妖精。うん。妖精すぎるってどういう？もうだから子供の息を越してるわけよ。そうそう。喋れない、ピヨピヨしてる。女がね、わあ、今日も天気が、すっごい綺麗だね。みんな、今日も頑張ろうね、なんて本気で思ってると思ってるのかも。こいつやばい。いや、けど、お前の物差しで測るなんて別に言わなくていいやん。ツイッターで。いや、だって物差しで測って、お前は絶対になれないって言ってるじゃん。だから今日取れっつってるやん、だから。だから今日は取らないっつってんの。いつ取んねんじゃん。ピノピオわからん。いつかまだ決めてないの。いや、そんなこと言ってるから取れへんって言ってるやんけ。うん。いや、別にでも私そんなに別に取ることに対してそこまで、なんていうの、執着はないからね、プロソロさんみたいに。はい、わかりました。うん。ピリ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 してるな、ちょっとほんま大丈夫それ。キムチ持ってきてくれ。ピリ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 して、お前もうキュウリ持ってきてくれ。そうそうそう、確かに。そうそうそう、冷凍かなのこれ。だからまあ目的が違うんだ。俺と今1位を取りたいから取ったもんな。けど、そうね、例えばミレイちゃんとか1位取りたいと思ったりしてるんですか？1位取りたい。取りたいよな。配信者やったら誰しも取りたいよな。うん、それを取りたくないっていうのは違うよね。取りたくないとは言ってない。だからそこまで急いでその取るとかじゃなくって、私はその過程も大事にして、リスナーさんとの関係も大事にして、で、みんなとこの日にしようねって決めて、で、私も、忙しいから、その、ちゃんと事前に預けたりとかしなきゃいけない、そういうのを決めて、ね、あー、オッケーです。あー、じゃあ、ガチビとか目指す日があったら応援しに行くね、それはね。うん。別に、本当に。なんで大丈夫やねん、お前。なや、俺からギフトもらって1位は取りたくないんか。いや、だって一生言われる、一生言われる、俺のおかげで1位になれた。あ、言うね。だけど、それでも1位取れたのね。言う、言う。言う。いや、だって言われるもんだって。ね、じゃあ、俺、あえて投げへんわ。1位じゃなかった。そう、俺投げへんかったら多分1位って絶対無理やから。うん。まあ、ほら、絶対無理やからとか言ってます。はい、頑張って。ありません、ありがとう。無理だろ、それ。マミちゃん、ありがとう。俺がいなかったら1位絶対無理だろ。いや、それは無理だろ。やっぱりよ。ありがとう。うまくないですかね、ほんと。やばいだろ。マミちゃんありがとうね。ゆうたありがとう。ケイシケ、マミちゃんありがとう。はい、みんなまとめてうまありがとう。
ゼロミンと和解しようよ。MVP 風さん。いや、俺ずっと手を差し伸べてんねん。ふうさん、話絶対分かってないよね。ごめんね。ごめんね。ありがとう。うん、ありがとうございました、皆さん。かっちゃん、さつき、ぼうちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。アーモンドちゃん、ライ。工藤さん、ありがとう。ふうさん、ありがとう。バイバイ。あ、みれちゃん、ありがとう。ありがとうございます。またね、みれちゃん。うん、はい、ありがとうございます。失礼します。はーい。うん、全然話進まないお湯。いやもう進ま進めなくていいんじゃない。温めてくれお湯。このままでいいんじゃないもう。うーん、もう4コラの時だけちょっと顔出してみたいなぐらいでいいんじゃない。余計な一言言うから和解できないんだよ。いやそうかな、俺はもう至極まっとうなことを言ってるはずなんだからね。本気で誰がえって言った今。たまに おじいさんみたいな声出るから面白いね。本気で思ってるすね。お、しーちゃんいらっしゃい。え、なんて、俺、あの、3秒前に言ったこと忘れるんやけど。待て、まあ、じゃあ誰か呼ぶか、もう一人。やばすぎる。ね、寝ようかな、もうね。リリアン呼ぶか、ちょっと。リリアン。リリアン、事故嘘やろ、こいつ。ほんまなん、事故。いえ。それ、また、またブロッコリーされるぞ、お前。また、それ。お、リリアン、久しぶり元気してた。え、待って、みんな、プロソロ版プレイヤー久しぶりすぎる。今喧嘩してんねん。リリアンがね、あの、え？なんて？リリアン久しぶり。うち、うん、久しぶり。うん、リリアン、事故大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。今でもなんか、あの、ずっと配信してるだから外出れないから。ああ、なるほどね。うん。どこ怪我したん？え、肋骨と肩とみたいな感じかな。肩と肋骨と、あと肩甲骨とかかな。肩甲骨？いった、なんか肩甲骨ずっと痛いんだよね。うん。あとなんか、あの、なんか首もちょっと痛い。痛い。どういう車にタクシーに引かれたの？え、バイク。バイクに引かれたの？うん。どこで？え、普通に路上で。どこら辺の路上で？ありがとう。六本木。六本木で、うん、俺忘れないでねって、パチパチありがとう、みんな。ふうさん、ありがとうございます。手術とかいらなかったの？大丈夫大丈夫。で、固定しかできない肋骨って。固定はそうかな。はいはいはい、なるほどね。うん、まあ、それで日韓7位やったっけ、取れたやったっけ。うん、あ、そう、うん、うん、おめでとうやな。うん、ありがとう。まあ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 、リニアもな、俺のこと心配してくれて、トロミンと大丈夫そうって来たけどな、コババランマ。仕方ないでって言ったっすわ。心配したよ、ポーちゃん、ハム太郎、アーモンドちゃん。肋骨は治りづらい、そうな、バランマ。あと一人に。小バランマ。わからしたよ、リニア。リニア、ちょ、本気出してくれ。もう俺ずっとトロミンに負けてんねん。私に同意してくれたもん。え、それはひどいねって言ってくれた。いや、どこがひどいね、まさにバランマ。お前の言い方の問題だろ。はい、今。リニア、ちょ、もう、とりあえず、ギャフンと言わしちゃって、こいつムカつくから。はい、ちょ、頼むわ。頑張って、騒がしい。あー、しげちゃん。ピーサバ、ありがとう。ありがとう、しげちゃん。もうダメだ、これ。はいはいはい、リニア、そういうこと。そういうことですよね。え、まさや、それはひどいぞ。あー、ごめんなさい。何がひどいですか。ありがとう、しげちゃん。言いすぎ？言いすぎっすか。ごめんなさい。ありがとうございます。リニアが正解。じゃあ、トロミちゃんごめんなさい。もう、あの、すいません。はい。僕が言ってることは間違ってました。すいませんでした。なんかさ、言い方があるの、言い方。なんか。はい。リニア。そうそうそう。なんて言ったんやろ。じゃあ、だからさ、男の人がさ、投げ石さんに、あの、語尾を売るみたいな話じゃない？正直。違う、言っていいのかな。投げ師の方と仲良くなることが一位への一番の近道だよって言ったのに対して、私は、投げ師に媚びを売らないってとどみが言ってきて、いや、それで1位取られへんよって言って。それ、そういうことか。まあ、なんか、いろんな情報が錯綜してるな、これは。だから、とどみはもう自分にとって都合のいいことしか言ってないけど、俺は事実をありのままに。そんなことない。私は本当に私が。もう言う、謝るならもう謝って、もう謝ってさ、その、もう自分が悪いで終わりでよくない？もう。え、これ何時間この話してんの？永遠に続いてるわ。いやー。いや優しくしてあげたいけどね。あったらスクショ撮ってけばよかったな。いや俺もスクショ撮ってないねん。なんかもうイラッとしたから俺も。すぐ消したんや。さつきありがとう、猫。もうリリアもかましたろ。うん。絶対慣れない、お疲れ、みたいな。
感じで言われたから。なんかそのでもなんか私がそのとろみに言ったのは、そのなんかもしその投げたり媚びを売るってなったら、男の人と女の人と全然違うじゃん。で女の人とかだったらめっちゃ危険なことがいっぱい伴うからみたいな。それを分かってほしいなってことを言ったってこと。分かる意味。ユーザーバランマ。聞いてる？え、ごめん、俺に言ってる？そう。あ、聞いてたよ。いや、意味わかるよ。俺ね、それ以上なんか言うことある？まさやまらんま。うん。別に。うん。T さんがうんってなってる。まあ確かにそのね、女性やったらね、その男性から投げていただいた時に見返りを求められたりする可能性もあって怖いよな。確かにな。媚び売らない、正直。なんて？なんて？媚び売る、媚び売らないとか正直どうでもよくて。うん。おいで。でもだからって別に1位に絶対なれないとは限らないじゃんって言ったのに、だから早く取れって言ってるやん、ずっと言ったのに、あのそう、そういう声を言うからうるせえってなった。だからもう取ってから証明しろって。だから、うん、ほらね、とろみが取ったら俺ユリはちゃんと投げに行くわ。すいませんでした、ごめんなさい。言いません、言いません。じゃあまあ取れませんっつってね、うん、はい、残り10秒です。はい、はい、どうもナイス見てた。トロミがどうせ差し込んできたぞ。トロミのリスがどうせ差し込んできて終わるからな。はい、トロミのリスが差し込んできて、差し込んできて、どうせ差し込んできて終わるからな。どうせ差し込んできて、どうぞどうぞ。やばい、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 誰も来なかった。はい、気持ちいい。はい、まさや、まあ、コバもありがとう。はい、ようも、ユーザーもショーもみんな踊る。やっぱり、男性のリスナー分かってんねん。俺の言ってることも、ある程度一理あるって分かってきてん。優しくしてるやん、まさやせ。もし媚び売って、なんか見返りがすごかったらどうしようみたいなね。よし、あおちゃん、うーちゃん、ねねちゃん、ピンクブーさん、あいちゃん。全然ダメ、同じ通じ。その、はいはいはい、それを分かってないって話してたの。その、だから女だったら、やっぱりさ、そのなんか、それだけに投げたんだから、みたいな、なんかこういうのとかやっぱあるわけじゃんって言って話してた。いや、リリアは、あの、どんだけ投げられても合わへんやもんな、絶対な。いやいやいや、そんなことはないよ、分かんないよ。ほんまかいな。うん。ほんまかいや。分かんないよ。会おうと言われることがなかった。なるほど。うん。ねえ、そうそうそう、ワイさん、そうそうそう。だから、それで、ね、その、なんか、リスクが全然なんか、男と女ではちょっと違うんじゃないかっていう、そういう問題点を私は言った。確かにな。わかる？ラストバトルで行きましょう。じゃあ、これラストね。うん、ちょっとラスト、僕、ちょっともうあかんわ。私も、じゃあ、シュリーニャンと。うん。じゃあ、いや、プロソロ最後勝たせたろうかな、俺が。いや、無理やろ。無理やろ。無理って言ったな。はい、じゃあ、プロソロは、え、どういうことこれ、何これ。まあ、何でもいいや。あ、とろみを勝たせたろ。よし、リリアンとろみを勝たせましょう。皆さん、ここで。俺にはリリアンしかいないから。これ、ラストバトルね。あ、ラストバトルです。リリアンが今日ないから。シーちゃん、ナイス、ありがとう。ありがとう。リリアン39で、とろみが、あ、リリアンととろみがちょうど団子や。39位、リリアン、40位がとろみ。いい勝負になってますね。ラストね、これ、ほんとに。面白いね。なんとか。3桁チャンネルまで行ってくれたら俺は嬉しいぞ。嬉しい。いや、おいお前もう眠そうな顔してるから無理やで、諦めろ。まじ、スクショ取っとけ。いや、ワンチャンの5桁はない。うん。ありがとう、チョコ。あ、スクミズのショットは取ってもらっていいよ、トロミ。スクミズのショット。ブロッコリーで。おもちん！ありがとう。何それ？それ。あ、もしろ、え、あ、ユウさん！おやすみ！これ終わり。これで、これ終わるわ、みんな。よし、うん、ありがとう。最後も勝って終わろうじゃないか。まあ、永遠の終わりの可能性あるよね、これね。永遠の終わり、永遠の、永遠の終わりの可能性ある、ね。4コラは大丈夫でしょ、とろみちゃん。よし、ありがとう。いやー、ちょっと今日で、ちょっとストレス感じたから。4コラもやばいの？ストレスが今やばい。すいません。ごめんなさい。マリアン。それはごめんなさい。コババランマ。マイさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、プロソロバンプレイヤーさ。毎回トロミと喋るたびに嫌われてる感じするのよな。なんでやろ。流れが流しそうめんみたいな感じでさ、逆らえないんだよね、こう。逆、流れに。だからこの流れをどうやって止めるかっていうと、やっぱ落ち着くまで待つのがいいのかもしれない、もしかしたら。時間が解決してくれんのかな。わからんな。どうなの、ね、誰が小学生やねん。小学生ちゃうわ、お前。
好きな女の子をいじめたから小学生って言ったな。意外なんですけど。そんなことねえわ、別に。ワンちゃんの別にトロミちゃんのこといじめたいと思ったんだけど終わらないですからね。お月猫ありがとう。ずっと謝ってるやみんな、まさやバランマ。みんな俺謝ってる。いやいや悪いと思ってないよ。お母さんのギャグラッサー。どんなゆうちゃん、えぐバランマ、まさや。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ブラボー。ちょっと待って、強くね、お前ら最後。ブラボー。ふーさー。あんなぁ、あぁ、1.8K? あぁ、甘いわ。そんなんじゃもう二度と1位取れへんぞ、お前。なぁ。絶対1位取れない。1位取れへんぞ。絶対1位取れない。ここで行こうって時に4桁チャンネル出せる人間が取れんねん。うーさー、ありがとう。ありがとう。あほら、もう来てんのにギフトリアクションさえもしてへんやん、もう。やばいな。ね、何やってんねん、マジで。なんか来てた？りょうちゃんありがとう。お父さん、りょうちゃん、音の出るナイス。ユンちゃん、あごめん、バタフライ今日もいい感じやったな。今日はイナマーデーの、あ2匹目くれてた。ユンちゃんごめんな、うん、これユニバ地投げしたいな、めちゃくちゃめちゃくちゃ地投げしたい。まさやバランマ、誰かあのユニバちょっとかましてくれへん。シーン問題を出すな。まさやバランマ。まあ、これで俺が負けたらね、まあいい感じちゃいます。ね、1位取れへんって言ってた人間がランク外でね、終わってるんで。いいじゃん、ここでもう、地投げユニバで、はぁっつってもう、へぇって言っても、永遠の縁を切るみたいな、めっちゃおもろいけどな。それもう、それめっちゃおもろいな。お父さんありがとう。それやったろうかな。神けど金もったいないからいいわ。俺の出番か。なんだってマサヤ。いやバラじゃ無理だよ。うーん、ここでユニバここで投げるやつおったらもうやばいけどな。ミネリさんどうも。このタイミングでユニバ投げたらもうそいつヒーローやけどな。めっちゃおもろいけどな。投げてーし、めっちゃ。差し込みね、リーニャ、地投げしようか、リーニャ。5.0 でリーニャ、地投げしないよ。なんでやねん。地投げせんかい。そうなの、もう、いや、そう見えないけどね。助けてくれ、誰か。そうだね、スミッチ。それは、そう、それは確かにそう。無理や。ここでユニバ投げたやつヒーローになれるぞ。行くぞ。ユニバやマサヤン、行くぞ。ここでユニバ来たらおもろいぞ、マジで。行くぞ。ありがとうございます。ランケス、ランキングも上がりました。ライオンでも勝てるからな、言うとくけど。よーおー、バラいらんね、バラの絵文字しょうもないから。まさやバラまマちゃん大丈夫よ。ありがとうね。来ない。はい、おめでとうございます。感謝します。ピッタリ！あんた、やいちゃん！ピッタリ！ピッタリ！まさやもナイス、コバもナイス。お父さん今いないね。お父さんありがとう。素晴らしい。みんな戻るじゃん。うまい、愛してる。マリアン、キノピオス、サイヤ、スイちゃん、素晴らしい。早かった、ありがとう。よし、あーちゃん、あーちゃん、佐藤さん、フェニックスさん、ありがとうございます。りょうちゃんも言ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。リリー全部嘘。あーちゃん、ありがとう。さつき、スリーちゃん、アーモンドちゃん、ボーちゃん、工藤さん、ありがとうございます。もう配信態度で番やな。不適切な配信態度で。確かに。ありがとう。ああ。素晴らしい。やはり日刊ランキングに入られてる女神様方は違いますね。リンヤンさんもトロミさんも本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。皆さんみたいな可愛い女性がいるから僕たちしょうもない男たちはね、あの配信頑張ろうと思うんですね。今後ともよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。またコラボお願いします。バイバーイ。ゆとりにゃん、ありがとう。はい、ありがとう、ありがとうってことでね。はいはい、どうもどうも。はい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 。なんでチーテン。ちょっと待って。ちょ、お前の。あ、今日日刊入ってない。やばい。まだ入ってへんの？やばいな。ま、あー。マリアンありがとう。いや、でもこういう日もあるし。なあ。あと 7.0K だ。スポーツカーだよ。最近の俺が強いわけで。うん、これが普通だから。まあね。うん、
てか、そう、今、さやかとかずっと見てくれてるし、まだ。ありがたいね、赤根呼ぶか、ちょっと一回。いや、もう俺寝るて。そろそろ来いよ、赤根、お前。え、今日、何時まで？赤根、久しぶりやな。ねえ、もう、会いたかった。お前がいな、さっき辞退したけどな、お前。いや、その時さ、一個さ、大きな波がさ、終わった時。え？天地なかった。ああ、うん、お前さ、そうかもな。ああ、そういうことね。言うのを認定してください。言うの頑張り次第です。あかねちゃん、こっちフォローして。あ、うん。でもね、あかね、今誰もいないかもしれないけど、まあ頑張る。ああ、俺たちずっと誰もおらんから大丈夫や。あ、よかった。やっと優しい戦いができる。ミーモちゃん呼ぶか。いや、ちょっと待って。ミーモさん、怖すぎて。ミーモちゃんがパイナップル呼ぶか。姫ちゃん、録画してるよ。録画してくれてるの、ありがとう、姫ちゃん。こんばんは、ミルさん。あかねさん、リカさん、ありがとう、リカさん。またお料理教室、楽しみにしてます。あ、よ、元気か。お疲れ様でございます。お疲れ様です。ちょうどね、プロソロのこと見てたのに、プロソロそういえばやってるやんと思って、サブアカでちょうど見てたんですよ。なんか一瞬食らっちゃったみたいな、今日、パイナップル。あ、そうそう、バーン一瞬食らっちゃ、なんで知ってんすごい。え、インスタのストーリー見た。あ、そう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 。何でバン食らったんですか？あ、なんかあの、TikTok の、どうしよう、トイレ。これ終わったら、TikTok コンテンツや。間違えた。Twitter の、なんか、こういうの流れてたよね、みたいな。うん。あ、リコさんも来た。こういうの流れてたよね、みたいな話をしとって、それで、わかる？その Twitter に流れてたやつ。え、わからん。え、見たら出てくんの？なんかそう、なんかリツイートで回ってたよねっていう話をしてて、うん、その電車でこういうことあって女の子は気をつけてね、可愛いな、ありがとう、女の子は気をつけてねっていう話をしてたの。そうしたらバンになった。10分間。亀井さんドキュンドキュン走りだし、そうなんや。まあまあ10分プロソロさんギネス記録取ったんですか？まあまあギネス記録の 1.64 秒と同じ秒数に正解できたから、公式には認められてはないけど、うん、まあギネス記録撮ってるやつと全く同じ記録が出たっていう、うん、すごい。見てました、ちょっと見ました。超動物みたい、ありがとう。イブタン、ありがとう。イブタン、イブタン、久しぶり。頑張るぞ、もう勝ちたいね。みんな画面タップでまず応援。3日入れてないねん俺、あと 7.4K いるわ。おはよう、リコ様。地投げしてあと 7.4K だわ。おはよう、石田屋さん。やっと優しい勝負ができる。パイナップルは今日入れてんのけ？日刊52でございます。いや、すげえな、お前な、ずっとな。なやっと優しい、優しい、優しい。みんな画面タップしてね。私2月にするんだけど、痛みが不安すぎて。ミレイちゃん、かわいかった。ミレイさん、おはよう。ひかりちゃんやってたよ、ひかりちゃん。セラミックはね、しみるんですけど。何やそれ。うん。そんな揉む動画があるんだ。ミーカさん、ロキソニンをすぐ飲んでください。ロキソニンちょっと充電ないから、イヤホンないから、言葉切れちゃうけど。いつ得意な、ありがとう。うん、カズちゃんバランマ、まああれだよね、もうみんな波が、はい、6位いくよ。カズちゃんありがとう、カナちゃんありがとう、ウジカありがとう、コババランマ、ウジバランマ、本気やカズちゃんありがとう、ジュリマルバランマ、アヤカありがとう、イブタもいいな、ありがとう、リュウナイス、オッケー、ありがとう。はい、本気でいくでいい。さあ、2倍いくよ。4時になるでいい。さあ、2桁や、2桁。さあ、みんな、2番ランキング53の人を助けてください。今来た人が、3日入れてない。お天さんまであと5桁。さあ、2倍終わっちゃうよ、2倍終わっちゃうよ。ブレーキが落ちちゃった、ブレーキが。あと5桁で落ちちゃった。宇治くん、音符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 、よしきさん、R さん、ありがとう、初めまして、R さん。ありがとう。ありがとうございます。ナイス。ありがとう。R さん、ありがとうございます。すごい、このトップ画は、あれですね。なんだっけ、忘れちゃった。なんだっけ。下着のやつ、なんだっけ。海外のモデルさん、さあ日刊53位まで来ました。最近ね、わらわら、ありがとう、アルさん、なかなかランキングが上げづらくて、ちょっとね、嬉しい、閲覧も伸びなかったりして、あーレモンちゃんもブランコありがとう、
ちょっとね、落ち込んで、そうそう、なかなか配信がね、エンジェルズに、できなくて、皆さん申し訳なかったです。エンジェルズにめっちゃ憧れてるんですよ、私。よかったら今ね。身長176センチあって。男、お前。よかったらね、みんなね、日刊応援してくれたら、ね。女性ですか、アルさん。嬉しいです。最近ね、朝までね、できなかったんですよ。そう、ブレーキング、ね、でもね、出なくてよかった。プロチョドは寝たのかな。なんかやっぱり女性がブレイキングダウン出るのあんまりイメージ良くないか。じゃあ今からパイナップルにプロポーズするときにどんな言葉がいいのかな。アンドミセスとか出てる。そうそうそう。あ、ね、そうなの。身長6センチあるから、はい、エンジェルズにすごい憧れてる。もういないんですけど、エンジェルズはプロポーズ大事なのに憧れてる。そんなに寝てたんですね。ありがとう。やっぱ寝ながら考えると一番イマジネーションが働くからね。プロソロさん、やばいです、ね、プロソロさんでも寝ても強いときあるからな。いなくてもね。ちょ頼むわ、全員。あと30秒。奇跡起こそう、ありがとう、R さん。どこで見つけてくれたんだろう。あと7分。プロチョロのプロポーズユニバー。プロポーズユニバー見たの。でも、このね、トップガの名前を覚え、じゃあ今から送ります。はい、プロポーズユニバー。どうせバラだろ。いや、違う、ポテトの音やった。間違いない。なんか、ミガ、ミガって言ってる。ミランダか、ミランダか。行くよ、行くよ。日韓53位の私をちょっともうちょっと上に上げて。ミランダか。ミランダか。来るかもしれない。絶対来る。かしこまなかった、負けるぞ。絶対来る、絶対来る。負けるぞ、かしこまなかった。ありがとう、ドナさん、頑張ってください、ありがとう。ほらー。ありがとう、ドナさん、はじめまして。言ったやん。ミート様、何がないやん。ミスだ。ナイス。元気してるわ。ありがとう。頑張って、ありがとう。仮面も5番も4さんもみんなまとめて。読みまーす。ありがとう、ドナさん。絶対来る、でもありがとう。ありがとう、正解ありがとう。はじめまして。ありがとう。ミランダ母さんも、ドナさんも。やばい。ミツバさん、コバちゃんもありがとう。あやかちゃんみんな、あやかちゃんに拍手。間違えた、チームの方呼んじゃった。あやかちゃん。ポン姫ちゃん、オペラオさん、ゆぴちゃん。可愛いよね。みんなありがとうございます。ありがとう、アルさん。そして、リコ様、リコ様、ありがとう。やば、嬉しい。ありがとう、リコ様。レモンちゃんもありがとう。プチくん。カズ、カナチ、ナナちゃん、あとみんなタップ応援。ありがとう。さすがすぎ。ありがとう。いや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 、面白いですね、言うてね。ありがとう。お先に失礼します。限界です。逃げんの ?14 位だ、14位。名前スコア。大阪元気か。いや、飲みには誘ってないよ、別に。藤君もありがとう。相手がたまたま今日あれなのに。じゃあ、お湯じゃない人呼ぶ？お湯。ね、リスナーさん厳しいやつ。お湯さん、ありがとうございます。お湯ありがとうね、またやろうね。お湯、おやすみ、お疲れ。お湯さん。ありがとうございました。おやすみ。まあ俺も日刊入れてへんからね。あかんかったらもう4時ぐらいに終わろうと。猫好きだから送ってみた。そうなの、あやかちゃん。あやかちゃん。みーもちゃん呼ぶか、みーもちゃん。みーもちゃん呼んだらバランス大丈夫。さくらちゃん行くじゃあ。常夏呼ぶ誰でもいい。まあでも誰でもいいですよ、ほんと。じゃあ。4桁だったさっき。常夏4桁やった？うん。どうする？じゃあまあ常夏読んでちょっと目覚め、あれ常夏呼ぶか。トロトロさんの声聞いてると落ち着いて眠くなる。え、なんだ、吐き捨てても常夏さん、 お疲れ様です。よろしく頼むわな、常夏。何やねんこのメンズいやもう可愛い女とイケメン2人でええやんけお前誰がイケメンどう見てもイケメンやろお前、ガンガン言ってこい。プロソロは結局なんかさ、そういうさセクシーな女の子が好きってことね。そういうことですね。え、二人ともセクシーってこと？え、私セクシーに入ってんの？とこなし入ってねえだろうがおめえ。いや、どこが入ってないでしょ。うん、ねえ、なんかまあなんて言ったらいいんかな、分からへんけどさ、プロソロの顔見てニヤニヤしてるから。私セクシー売りしてないよ。あ、パイナップルちゃんセクシー売りじゃないの？うん、してないよ。え、じゃあビッグベイビーは？うん、なんか自分でセクシーと思ってないけど言われる。あふれ出てる。こうしてたらセクシーって。色気は認めない。その回答が一番おもろい。認めましょう。あの昔から色気は本物のセクシーっていうの教えてあげよう、俺たちが。本物のセクシー。まあ私は確かに昔はセクシー売りしてたけど、もう私はセクシー売りしてないです。もう。なあプロソロ。そこは。どういうことね。なあプロソロってなんやねん。え、じゃあ本物のセクシーを俺たちが教えてどうするの？え、本物のセクシーを教えてあげるっていう。え、え、でもまずお前どういうピカチュウの帽子。中野さん、なくなっちゃった。なんか可愛い。はい、本物のセクシーができました。新規さん、本物のキュートやろそれは。
プロトロみたいな顔してるよ。本物のチワやそれは。え、プロトロに見えないそのチワは。俺に似てる？かわいい。かわいいよ。泣く。かわいい。じゃあ似てると感じて。投げに。そんな近くないっすよ。どこにいるんだよお前これ。プロトロ早くぜお前。かわいい犬とかさ。どこにいるんだよ。まあみんなナイスバランマ。行くよ。だけどね。ごたごたしゃべるんだ。新規さん消えた赤の静かにせえうるせえやつしかいねえのかここは姫ちゃんありがとう姫ちゃん常夏さん強いからみんな行くよイブタになるやっぱ赤の新規さんいなくなったお願いしますはいみんなここの子を守ってここで行こうここでこの子を守ってください俺だけランク外助けてくれねえ2桁マキティナイスマキティあと 7.7K やんか2桁はやばいなちょっと誰か待ってやばい姫ちゃんやばいみんなここでドカンかばっておもろいよちょっと待ってくれ待ってやばいってやばいよ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 ホーリーいない今ホーリーあーもうパイナップルとアカネお前らもうさアカネいないよアカちゃんミラーいないいなくなっちゃった頑張らんかい赤ちゃんはまだですホーリックさもう一個だけマネーがいなくなったありがとう余裕の戦いだホーリックちょもう一個だけありがたいね気持ちいいね。やばい。プロスロバンプレイヤー17、ビッグベビー。あかね20。だ俺、20? お前、メイクハッピー歌えや、今から。俺、セブンティーンの雑誌買うわ。まあでも、私が一番多分に、あの、ランキングが下なんで、ちょっと。いや、ちゃんと俺に日韓ランキング下だから。俺に日韓ランキング。その下がいたんだ。ランク外。ホーリック書いてある、ホーリックマネーガン、フォロー、ホーリック。あ、こいつやば。よくやった。あの時いじめやらせしてますパイナップルが。お店さんに刺されたお店さんいましたね。こいついい申し立てしてもダメです。いたんですね。ちょっとすいませんね。知らなかったすいません。え、何を友達さん、あの、AQBAN いつですか？AQBAN。俺のことフォローしてもっていい？え、何これ？え、バグやば。探してる間に時間来た。パイナップル聞いた？トコナツのことフォローしてもらっていいって。パイナップルちゃんフォローしたら友達になれへん。3桁は行きたい。3桁ダメ。え、トコナツさんフォローしてくれたの？え？昔から知るよ。え、知らなかった、それは。やば。3桁行きたい。知らなかった。すれ違い長。ありがとうございます。3桁行きたい。だってさ、え、聞いてよ、トコナツさんにさ、申請送ってももう一回断られんの？それはその次元に達してなかったからじゃない？え、いや、送ったことないで、申請。俺、パイナップル。私、3回ぐらい送ってんのに、毎回断られんの。いや、まあ、タイミング悪かったね。タイミングも。いや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 、毎回断られるから、この人は私の申請を受けない人っていう認知をしていました。違うって、パイナップルちゃん。すれ違いが始まったな。面白くなってきました。頑張りたい。パイナップルちゃん、こうやってさ、自意識過剰に反応しちゃうからあかんね。よくないんやって。でもちゃんと揉めてんな押しといたから押しといたから待って待ってなっとんなおい仲悪なっとんなお前いや私は常夏さんとしたいなと思ってたのに毎回断られちゃうからここあれと思ってじゃちっちゃいからやめてくれさくらさんならんごーんお願いやったーちょ待って待って待ってみんなちょっと待ってここ勝ちたい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 4桁4桁はダメそれは結局お前さレオがおらんかったら何もできないゆきくんダメレオと青ちゃんもなんとかなるわお前お前4桁はないやろお前世界戦どうすんねん4桁が5桁いけ5桁ダメダメですかありがとうありがとう本当にありがとう本当にありがとう本当にありがとう見たか男の子見たかありがとう見たかプロソロ見たか男の子ふざけんねんいやお前だけやん46って俺乃木坂46好きやねんはい感謝しますあ、はい、コバありがとう。よろしくありがとう。みんなを取れて、うまい、愛してる。イトールありがとう。頑張ってるな、コール。頑張ってるな、コール。みんなで。みんなリコさんに大拍手。みんな。姫ちゃんも愛してくれた。時間も続いてくれた。ユキくんありがとう。キャンさん、オペレオさん。あやこちゃんもありがとう。マジでありがとう。ユイくん、ウジカさんありがとう。姫ちゃんもありがとう。責任の取り方というのは、まあ、ありがとうね。分からせてやるしかない。ありがとう。また来た。ごめん、分からせてやるしかない。行くぞ、赤い本気や。行きましょう。トコナツとパイナップルを倒すんや。トコナツちゃんとこれ、チーム組んじゃったら、プロソロ。オッケー、ゆきくんありがとう。やる気あんの、プロソロ。無理やん。
何ですか、ありがとう。フラッシュ暗算配信してても疲れたギネス記録まで到達してお前。結局フラッシュ暗算配信しててもさ、こうなんていうの、ヤギ馬しか集まってへんやんか。どうせさ、プロソロ版プレイヤー応援してるさ、リスナーってさ、どこにいんの。どうせ3000人いったし、ギフトも1万コインは届いたよ。姫ちゃんめっちゃ応援してくれて。1万コインって何、ユーザーさんめっちゃ応援してくれた。結局いくらになったん、トイレ行きたくなってきた。お前が言えや。お前の、あの、いくらか計算したろうか。知らんがな、1万コインとか言われても分からへんねん。ダイヤモンドじゃこないくれんの分からへんねん。ダイヤモンド。1万ダイヤモンドは一緒やお前。じゃ1万ダイヤモンドってことは5000コインってこと ?5000 円。6.5 かけるお前。じゃあ5000かける1.3やから6500円や。どう、何の計算してんのお前。ああ、まあまあまあ、6500円やな。じゃあお前の計算したのかお前な。お前の計算したのか、皆さん、あかねさんは強いんで、みんなスピチャルの時にね、頑張ります。ダメです、強くないです、私は。いやいや、ユニバ通知毎日見てますから。あかね行くぞ。いや、毎日好きなんですよ。ユニバ通知は、ただ青森。あかねさんは強いです。スポーツばっかりやってた。あるさ、あるさ、あるさ。行くぞ、もう、友達はもう、あるさ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 、二人仲良く22でいいやん。あと二人だよ。黙れ。さあみんな行くぞ。あと二人や。あと二人や。あと二人や。はちゃんと22。おい。わかっせえ。そんなに、そんなおかしい。ありがとう。うじくもりご。さあ今2倍、今2倍。オペラを。みんな2倍だ。全員ミュートにした。先生パンシンクさんはフォローする。ようこそココナッツ王国。団結ね。団結力よ、団結力。信じないです、ピコ様、信じない。おい、みんな、プロソロのことをみんなさ、言わしたいと思ってるやん。2倍で行こうか。絶対そうやんか。みんなさ、マキティナイス、イツキナイス。みんなさ、思ってるやんか。あかね本気だぜ、お前。兄ちゃんもいないよ。俺のユニバーよ。そうそうそう。そうよ、みんな。おい、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 おい。はい、2倍終わりました。これはダメだろ、これは。29と25。さすがにやばいだろ。あやかありがとう、あやか。ほんと、もうやる気あるよ、ほんまにさ。このさ、ちょっと待ってな。プロさ、このメンツにやっぱ俺を呼ぶおかしいんじゃない？お前負けてるやん、お前さっき。いや、35と28やん、そっち。だからお前、そんなこと言って結局お前刺されて負けんねんって最後。ああ、じゃあそう言っちゃったね。じゃあパイナップルちゃん頑張ろうか。あ、そう、頑張ります、ね。いや、頑張れてないね、お前ら4桁やから。頑張れ、いけたら。でも確かに28歳じゃないね、38歳。さっき差し込んだ人強い人ですからね。黙れよ、日韓1位取ったことがない。いなくなっちゃいました。入院中なんですよ。日韓1位取ってから喋れよ、お前。あの、優しい。ごちゃごちゃ、全員喋るな！お前が一番嘘だ！うるさい。パイナップルじゃん、味方をミュートにするような非常者ってことやな。くそ、ありがとう。いや、ミュートしちゃめちゃくちゃおもろいや。仲間割れすな。いや、やっぱプロゼロは早くさ、ピカチュウのその帽子取れよ、普通に。お前がその帽子取ったら俺も取ったらわ、じゃあ。黙れよ。なんで黙らなあかんねん。医学理みたいな頭見せつけろって、早く。お前年下やから俺の言うこと聞け。俺30歳じゃん、お前。みんな。いや、お前が30歳やから俺が本当に年下かんって分からへんやろ。いや、お前どう見ても年下やろ。言動から年下やろ。そんなもん分からへんやろ。ビッグベイビーやって38歳やねん。26。あ、お前やば。いない女性の年齢を勝手に言って間違えるから一番失礼やからお前。26。26だった。土下座。あ、こいつは都合の悪いことになった瞬間に急にな無視するね。やばこいつやば。あ、どこなんですか、どうってさ、でも結構いじめハラスメントに近い発言やな、今。お前やろ。お前やろ。確かに。今いじめハラスメントに近いだろ。あお前やろ。でもプロトロって何人見てるんやって、視聴者。3人です。31やもんな。はどういうこと、こっち560人見てるけど大丈夫か、みんな最後集中して、みんな最後集中。ドコナツのリスナーの皆さん、どっちが先にバンされるか戦うんやな、プロソロ。お前が先にバンされたやろ、今日。俺バンされてねえわ、マジで差し込み気をつけてね。大丈夫、ドコナツ。なんでバンされたの、なんで知ってるわ、お前。情報が回ってきたよ。運営踊りとか運営の文句言うな、お前。自己責任だろ、そんな。バンされないようにお互い気をつけよう。残り15秒です。ほんまに、ほんまに、ほんまに、1万、いや、5000円アイテムやと思う。だから、ちょっと待って、おい、あかねえ、お前、あかねえ、あっこみや、おい、次のターゲット、おい、あいつ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 、ありがとう。キャピンからの4兆アンドビクトリー。こういうことです。はい。絶対も強いんです、ほんま。
はいはいはい、舐めてもらって困りますよ。はい、ヨウさん、はい、ミドルキャラになって強いっす。はい、読みまーす。2回も同じ強いキャラだ。やばい、どうしよう、ありがとう。はい、頑張る、強く頑張るわ。ゆきくん、あやかちゃんもありがとう。エリちゃんも、花ちゃん、ありがとう。リコさんもありがとう。ケンケン、モピちゃん、カズ、あとみんなタップ、ありがとう。ゆきくん、ありがとう。ね、あれ、ひめちゃんも願ってくれてありがとう。終わらないんだけど、ちょっと待って。ね、なんか。ハンデしたるわ、トイレ行ってきたるわ、お前ら頑張れ。ラスト、絶対ラスト。そしたらトイレ行く、おトイレ行く。まあ、プロスはトイレ行っても大丈夫っすね。うん。ラスト、絶対ラスト。ゆきさん、ゆきくんやばい。プロスのトイレに行ってちょうどええぐらいから。ゆきくん寝ないのかな、ありがとう。でもいなくてもあんまなんか。まあ、22やしな。ゆきくんありがとう。頭痛い、これラスト、これラスト、これラスト。タップブ、タッペで。これラストタップ、スピチャル欲しいな、スピチャル。タップ、タップ、タップ。スピチャルの時行くよ、みんな。ごめんね、ゆきくん、ありがとう。あれ、俺今日何時からやってるっけ、みんな。11時半ぐらいか。スピチャルの時行くよ、ね。イケメンすぎる、めっちゃイケメン。びっくりしちゃった。え、それ何これ。なんで無理してねえ、常夏さんって年齢公開してるんですか。だから分かってるよ、ユキヒロがさ、最後に差し込んでさ、イケメンって言われてるのさ、分かってるってさ、あえてさ、俺がさ、イケメンっていうボケをさ、かましてるのにさ、なんで無視すんの。無視して、無視して、ごめん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 、あいつすぎやんな、俺。ごめん、ごめん、ごめん。めっちゃおもろいやん、とこね。ごめん、めっちゃスルーされて。分かってるよ、そんでユキヒロがさ、イケメンってさ、コメントに言われてるくらいさ、分かってるよ、そんな。ごめん。ボケしてんねん。めっちゃつらい話だけ。ハンデやな。ごめん。ごめん。何があったんや。で今さ、プロソロがコメントでなんかイケメンって言われてたらしくて、ビッグベイビーのところで。あ、はいはい。うん。いや、ありえへんよなっていう話してた。いじめ嫌がらせだわ。ちょっと電話するわ。あるくん、バラありがとう。あるちゃんかな。あるちゃん、あるちゃん、あるちゃん。新年会、みもと一緒に開こう。俺に電話してくんな。新年会、みもと、お前とは絶対に。ありがとう。なんでやねん。ふざけんなよ。そうだ、バラんま。一人でやっとけ。やんでやってた、お前。吉尾くんもありがとう。話しすぎだよ。今。そんなんで、やるわけないだろ。ようさん、バラんま。今日、ゆめさん、はい、団結。ほんまに、今、2倍やねん。ほんまに、ありがとう。団結。リコさん、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 みんな2倍の方が、いつも出だしありがとうございます。強いから、2倍の方が、ナイスか、マジでさ、もう負けてるから、もう見たわかるやん、見た、来てる来てる来てる、言ってるやん、ちょっと待って、マキティナイス、俺とエリちゃんもナイス、負けてるで、おおおお、もうパイナップルじゃん、おいおいおい。ありがとう、ありがとう。俺だけ逃げたチャンネルはまずいだろ。そういうこと。誰か来いよ。さすがに。うまい、うまい。4000やんか。ミランダか、ミランダか、アルちゃん。ミランダか。あら、パイナップルじゃないチャンネルの方がいらっしゃる。ん？いいよ、パイナップル。ありがとう、アルちゃん。4000人だけで。いい感じ。ちょっと倒しましょう。リコってそれ2人同じ人なの？あ、そうです。あの、2つのアカウントでいつも応援してくださってます。パイナップル、やばいね。あの、ビッグベイビーアカネにはユキヒロさんっていう最強のモデレーターがいるからね。いや、でも、アールちゃんが今、アールちゃん、アールさんは全然。おいおいおい、俺たちは分からせてあげよう。俺たちは。分からせられないよ。アールさんは分からせられない。俺たち550人いて分からせられないって言われちゃってんぞ、みんな。落ち着いてください。ね、嬉しい、姫ちゃん、ありがとう。分からせられないと誘った皆さん、俺のところでぜひね、あの、一番濃い投げてみてください。お前だけや、30。スクショや。K 言ってない。ちょうど30歳やから、ちょうどええねん。お前4100歳か。ありがとう、姫ちゃん。五輪中やで、4100とか、お前、年齢やったらな。さあ、みんな、頑張るぞ。いや、リコ様、マジでうまい。本当に思わないっていう自覚ありやな。すごいわ。え、でも絶対最後、これ、いや、もう眠すぎて分からへん。え？まあ、ええ、あれ。誰も1ミリもニヤッともしてないって分かってる？その4000。いや、みんな疲れてんねん。ともちゃん、みんなあの、スコアしか見えてないねん。有名人バランマン。いや、はい、スコアしか見てないねん。有名人はしかも俺のリスナーな。ありがとう。みーちゃんさん、フォローありがとうございます。有名人結構来てくれる。ありがとう、ともくん。有名人は。ありがとうございます。ともくん、ありがとうございます。はじめまして、ともさん。団結せなちゃんとコラボしても負けるよ、俺、この後。うん、負けるな。いや負けるなってお前もう未来予想するなお前ドリカムか。はい行くぞ残り40。まあ31だもんねプロソロ。うんアイスクリームさんもさ葵ちゃんどうしたんプロソロ葵ちゃんは。葵ちゃん最近ホストクラブにハマっちゃってるらしい。
お前みたいな男を見とったらなんか行きたくなったやろな。ふざけるな。ついに葵ちゃんも目覚めたか。ハマっちゃった。目覚めてもな。水曜日に。マーチャルのプロトロバックレイヤーじゃなくて、リアルのイケメンに目覚めちゃったか。あ、お見せやだわ。終わったわ、人生。終わったやん。こっち側や。もうとりあえず、アカネしかもう頼る術がない。アカネ、頼むわ。終わってるやん、プロトロ。アカネも勝手に逃げるぞ。頑張る。攻めたんだよ。頑張る。頑張る。頑張る。ここ。本気だぜ。頑張る。絶対に一枚でもくれて。おら、もう。あかん。何かしらずと。負けた。負ける。え？こうなる。負けた。うい。気持ちいい。ナイス。いなかんな。やばい。なんでやねん。なんでやねん。だから、プロソロは、なんでやねん、アルさん。リアルのホストに負けたってことやろ。いやお前一日だけな、お前来週来るけどな、一日だけ負けたってことは一日ハマったってこと、もう一回お前3回負けてるけどな、葵ちゃんに3回連続お前負けてるけど、ちょっとミュートにするね。 MVP リコ様、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 ありがとう、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 ハールさん何年早く勝つのか終わりよ、ありがとう、みんな待ってエリちゃんも超ラマッキー、スズさん、楽しくてリコ様、マー君、スズさん、なんだこの枠は、スザクさん、トモ君、ありがとう、ナイス勝利、ラスト1回。なんでやねん、ウブくん、エムレさん。なんでやねん。じゃあ、そろそろ。刺して終わりよ。なんや。それが、現実や。途中まで頑張っていなくなっちゃったよ。いや、いつもの仲いいメンバーとや、誰や、辞退したやつ。あ、トコナツこいつ逃げるぞ、弱いから、つって。あ、トコナツや、絶対。トコナツが絶対辞退してるわ。絶対だったの、今のもトコナツだよ。この、もう。早くおさんかよ、もう。ないや、そのプロソロがさ。じゃあ、プロソロと俺じゃないと意味ないわ。いや、ちゃうから。俺、セナちゃんにもう申し込まれてんねん。結局さ、そうやってさ、バトルばっかりしてるからさ、葵ちゃんにしか魅力が伝わらないの、ちゃん、プロソロの。いや、でもその葵ちゃんは今、ホストクラブにハマってんでしょ。そうやね。俺は人生の、どん底にハマってるわ、助けてくれ。いや、でも、じゃあ、プロソロは、やっぱ、もともと葵ちゃんっていう救世主が来たのがおかしかったやん。いや、おかしくねえわ、お前。それが奇跡やったよな、みんな。おあかんねえ、お前、何笑ってんねえ。葵ちゃんっていう、なんでそんなプロソロに投げんのって、みんな思ってた。そうそう、エースがいるんですよ。なんでなんて。女の子がね。黙れ。ああ。葵ちゃんって女の子がいる。お前、もうモデレーター一人ずつ俺によこせ、お前ら。こじきか、お前は。こじきか。モデレーター一人しかいない。こじきはやめろ。プロソロ、モデレーターがいたら強いと思うなよ。俺の配信一人しかいないから。どなたはモデレーター？スキャン？ナスの顔？やば、いじめならすべきだ。お前やばいわ。お前何回やんねん、それ。お前またバンクラウンド。モデレーターにしたら強いと思うなよ。あ、もしもし、アカネ、今度いつバドミントンする？隣におるやん。え？一応電話してみたくなって。ちなみにでもさ、アカネちゃんは176センチで、プロソロは163センチやから。ナナちゃん、169センチな。お前6センチ勝手に引くな。13センチだもん。ありがとう、ナイス。あかねちゃん、それは163センチの男でもいいの？あやかないっすね。176と169やっつったよ、お前。7センチさや、お前。163じゃねえわ、お前。163? 数字覚えられへんねやな。トモくん、ホーリックナイス、ホーリックナイス、ホーリックナイス。覚えられへんねや。ホーリックナイスマネーガン、じゃあみんな。ありがとうございます。マネーガンちゃん、パンダ、ハムコイテ。プンプンやって。マネーガンパンダ、もう美味しいから。プンプンやって。プンプンやって。なお、じゃあ本気出せよ、パイナップル。マネーガン、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 プップやで、ね、あやかちゃんにこそもらわせますよ。トモくん、バラ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 。プップ、プップ。新規さんフォローするからね、プップで。団結やって、団結。そうだ。あと、ハッて。いい勝負してるから。ダオさんもないすぎる。おはよう、ダオさん。今から。ありがとう。俺のリスナー全員の、え？あ、パイナップルさん。え？あ、パイナップルちゃん、ゾウに満ちた行動。ええ？ゾウに満ちたパイナップルちゃんじゃなくて、あやかちゃん。ビッグベイビーが消えていった。え、今私ってなったよね。パイナップル憎悪に満ちてたか。どういうこと。待って。おい、アカネはビビってんね。アカネはこういう時ビビんね。待って、誰警告。名前違います。蝶々。あ、南。大丈夫。あ、え、あ、南。え、パイナップル、え、なんか言っちゃってた。え、何も言ってなかった。え、パイナップル、ペテをそうやってさ、どうに満ちたんですか。ビビって逃げたよ。いや、パイナップルさんがって言って、オッケー押したら消えました。ピュってなく。なんでオッケー押したの？あ、オッケー押したの？わかるやん。
切断を中止しますかでさ、なんで OK 押したそうなのかが文字読めないんですよ、あんまり。なんでやねん。ごめんなさい。そういうことか。なんで文字読めんごめんなさい。でも OK 押しちゃった。OK がなくなかった ?OK ありました。OK か、そのなんていうの、キャンセルか。あ、本当だ。切断を押してないもん、そのまま。ゾウに見せた行動をして。聞けゾウに見せた光景って何やねん。ゾウに見せた行動って何やねん。プロトロって言っただけだよ。ゾウに見せた行動って言ってたよ。プロトロって言うだけでゾウに見せたことなのおもろいな。何が起きたの教えてみんな。あれじゃあやっぱパイナップルのリスナーが俺のところに来てユニバとか投げたら解決するパターンじゃんこれ。多分なんでねえ運営おかしい。私今日マジ今日バンなってんだよ。だって一回10分パイナップルどうしたん。いややばいやつ全員ミュートアンドブロッコリーした方がいいよ。いや、やばいやつ今日一人も粘着アンチがいるんやと思うよ。パイナップルちゃんアンチがおる、ね、粘着アンチおる。ずーっと通報してんちゃう怖いずーっと、ああいうやつって暇人やからさ、ずーっと何回もなくずーっと通報してんじゃう。でもまあそれでもならへんけどね。うん。今の何なんだろうね。いやだからさ、パイナップルちゃんかあれやろ。通報でってこと今の。そこのことケタケタ笑ってるからさ、ゾウに見せちゃこう。何ゾウに見せちゃって。プラスラー、へぇーって笑ってるからさ。お前やろ。笑ったらダメなんじゃん。お前もやろ。でも AI が見つけるらしいよ。ジアンさん、吉田くん、みんな早くなりました。ジアンさん、ありがとう。完全に俺やん。え、パイナップルバンクだったん今日初めてやった。ジアンさんも吉田くんもありがとう。バランマ、バランマ。あ、2回目か、コババランマ。まあまあ、10分で。ありがとう。えーさん、みんな、バランマ。いや、投げた、投げた。どうに見せたこと、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 どうにさあみんな2枚の2枚本気でいこうぜ。行くぞみんな。2枚の2枚今2枚あと8点の2枚コバ頑張れ。2枚トラスくん、ありがとうございます。ずっと足引っ張ってんねんパイナップルの。ネデコ様ありがとう。やべえナイスやったきみなみクマちゃんだ。みなみなさん大変で待って2枚待ってよそこなっちゃん強い。ネコ様ちょっと待ってみんな、ちょ団結だけさ、みなみがそやってホーリックナイス、うん、戦アイテムやって、そういう団結が抗議ナイス付き、うん。てか最近応援してくれたのにみんなごめん。ほら、あーパイナップルのリスナーがチキっちゃったわ。ゾウに満ちちゃったからチキっちゃったわ。あーこれあー無理や。あれ、あみんなのとこには警告出てないんだな、配信者だけなんだ。あじゃあみんな見えてないんだ。配信者には出るねそういうの。そう、とこだつもいじめい、あのハラスメントで一回警告出てた4コラとめっちゃおもろかった。あそっから勢いみんなからしたら何が起きたんだって話だったのよね。いや俺今日セクハラでバンされてるから。私もだよ、私もだよ。お前らやばすぎる。どうなってんのしかも私何もよ別に私がするわけないやん。ただ気をつけてねって言ったけど、その電車内でって。ああ、うん、電車内でそういう痴漢があるから気をつけてねって言った。そう言ったわけ、私もそうなんよ。えもう今のでもう二人とももうあのあーやんか、そんな。でも犯人はプロトロ？あ、そうだよな。それがやばいやん。もう全部入ってるやん。セクハラといじめや、すべてのもう憎悪に満ちた行動入ってる。さ、お前らもさ、もういじめでもセクハラでも何でもないやん。いや、全部当てはまってやりとりやん。アキさん気をつけろよじゃないね。俺が一番気をつけてる。アキさん、俺が一番気をつけてるんで、だからまあ、強い人来た。アキさん、ちょっと頼む、俺2回見てくれ。アキさん問題、ちょっと。やめて、アキさん、プロさん、142センチ、70キロ、昭山無邪気配信、ワイワイ。アキさん、ちょっと、アキさん、こっちも挨拶して。ちょっと頼むよ、俺も日韓今日入れてないねん、もう夏だねん。アキさん、夕暮れのスピードウェイに乗って、友達をパーンってね。話題はアキさん、今日あのアキさん問題話題にめっちゃ出たんだから。何アキさん問題、何どうしたライブでアキさん問題、私の質問そうよ、配信でアキさんの話題で持ち気になったのが今日。パイナップルだけやでずっと笑ってんの、詳細言えて早く。いやいや言わないけど、そうそれでちょっといろいろあったアキさん問題も。まーちゃんそうだよ、何があったやん、唯一のおしまアキユニバや、ユニバ何があったの。それがアキさんに聞こうと思って、ほんまに団結ね、お話できるって言ったの。最後ほんまに来るかもしれない、助けてみんな、なんか深い話になる、誰か助けて、助けて、助けて、こーなあー、こそこまれ、うんま、もうんま、またかよ、みこちゃんうま、またかよ、うまい、うんま、
はい、コバナイス、ヨウさんナイス。そんな時は、せーの、よいちょー、よいちょー、またくん、またくん、出たよっしゃー、ビクトリー、ビクトリー、うまい、うま、マジうまい、読みたいと思います。みなみ、ありがとうだ、みなみ、みんなリコさんの拍手、うんうん、いやもう話もね、とらわれず、こうやって応援してくれてるから、1時間帯見てくれて、1、4、4、3、ありがとうございます、ともちゃんもありがとうございます、世界戦で投げる人は、そしてあやかちゃんありがとう、あとみんなタップ応援、世界戦で投げてくれる人は、次も強いからね、マジでも悔しいけど4桁だからありがとう、さすがでございます、お天さん、出したお天さん、はいはい、まあ、頑張ってよ、あ60のくせに、ようそんな顔できた。ほんま、俺、もう今日、調子悪すぎるから、もう、配信終わります。皆さん、本当にどうもありがとうございます。プラソーでも諦めたらそこで終わりだよ。うん、それでいいのか。何時に始めたの配信。いや、俺とかもう0時から始めてるわ。なんなら俺。今日ダイヤモンド何個や？あ？今 25.4K。そのうち地投げ 10K やから、実質 15.4K や、お前。地投げ王じゃないか、ただの。ってことは何や？ 1 万円や、ちょうど。7000円か。じゃあまあ1万円 の、 あの収益得てるけど1万5000円だけで使ったらマイナスやん。1万円割るお前4時間やねんから、お前時給2500円やんけ。いやいや、お前結構もらっとるなって思うな。 お前の計算されたか逆に。お前な、頑張れ、ありがとうじゃない。何やろ、もう2500円ももらって2500円時給いいじゃねえか。いや黙れ、だからもう繋げてマイナス。わがまま言うな、黙れお前ら、うるさいお母さんは元気でな。はい、でセナちゃんのところに行かなくちゃいけないんですけどね、もう弱すぎて相手になりませんから。けどセナちゃん誰かとねコラボしてるみたいなんで、もう終わってもいいかなと思ったりはしますけどね。無理やろこれ。セナちゃん今アガネと二人でやるか。